ああ、キックペダルつけてなかったね。いいね、これ。さあさあ、美味しくなってるかな？プレートちゃんたちを。なんとか。おそらく、裏表は関係ないと思うんですけど、気分的な問題でね、嫌なんで、刻印をある方を上にして私は組んでいきますね。フリクションプレート。はい、次メタル。はい、またフリクションプレート刻印ありますね。はい、次メタル。はい、フリクションプレートで始まってフリクションプレートで終わると、そういう順番になりますね。ここに矢印あるの見えますかね。矢印が3箇所あるんですけど、こっちのプレッシャープレートにもね、矢印と、3箇所矢印があるんで、その矢印は必ず合わせてくださいね。これだと、一応拭いとくか。種粉いいか。まあ、軽くオイルでも塗っていけばいいか。軽くオイルでも塗ってバシャバシャにしてと、矢印を合わせて、位置を合わせて入れると、はい、 OK。 ではね、バネの方をね、仮組みしていきます。いきなり1箇所だけね、本締めみたいなことはね、やめた方がいいと思いますよ。仮組み完了ですね。締め付けトルク 0.6 から 1.0 キロで、先ほども言ったようにこっちの上側にね、ウエスト挟めば、噛み込んで回らなくなるんで、その状態で1キロで締めていきます。1キロ、これもね、対角線上に、はい、 OK。 すげー弱いんだけど、おっかねえぐらい弱いんだけど大丈夫なのかよって。ういちなみにちょっとクラッチ握ってみましょうか。どういう動きになるか。今からクラッチ握るよ。ほら、これで押し付けてる状態で握ると、はい、緩まってクラッチ切れるみたいな、こういうことですね。ここまで来ればもうね、もらったようなもんですよね。ガスケットを、剥がしてスクレーパーで削ってね、ここにね、ピンがね2つあるんで、これなくさないように、クランクのね位置合わせ、ケースの位置合わせに、ね、すごい重要なパーツなんで、これなくさないように削って、オイルストーンでちょこっとね、表面鳴らして、組んでいきたいと思います。いや、クラッチ交換で一番めんどくせえ作業これだわ、実は。ガスケット剥がし、これが一番めんどくせえわ。こういう刃物使ってもいいんですけど、これだとね、ケースガチンっていっちゃったら終わりだからね。結構おっかないよね。あんま使いたくないんだけど、とにかく一番めんどくせえ作業これだね。
あの中に入りにくいよね、上すかなんかとりあえず近くの隙間に突っ込んでね、中に並べくっていうか入んないように、オイルラインとかに詰まったらやばいんで。これもう表面をね、平らにするっていうより、表面ならしだよね、単純にもね。これで真っ平らにしようとかそういうんじゃなくて、もう表面の細かい段差とかを取る程度って考えてさっとやるのがいいと思うな。これで真っ平らにしようだなんてちょっと無理なんで、こうやって変な風に削れちゃう可能性とかもあるんで。先ほど言ったね、2つのピン、これを入れまして、よいしょ。で、新しいガスケット、よいしょっと、これ下の方にだけね、白いシール剤塗られてるの分かります？これ一応オイル止めなんですよね。これを穴に入れちゃえば OK。 はいはいはい。でこちらもオイルストーンで磨いた、クランクケース、これを入れていきます。よし、入った。よいしょ、 OK、 入りました。あとはね、元通りに組んで終わりとなります。あと、あ、エンジンかける前にね、オイル継ぎ足すのも忘れないでくださいね。組み上がりました。それではね、オイルレベルを一応チェックして、試しにね、ちょっと走りに行ってみたいと思います。あー、キックペダルつけてなかったね。エンジンはね、まともにかかりましたね。線から上でね、急にギア抜きしみたいになってたんですけど、大丈夫っすね、おそらく。まあ今は踏みから1回目の走行なんですけど、まあここら辺でね、ここ例えばワイドアップに行くと見えるって言ってたんですけど、いい感じかもしれない。ひとまずね、大成功というところでしょうか。
なしかね、なんかがっちり食ってからか知んないけど、なんか力強さも増えたような気もしないではないね、なんかね、なんか荒々しさが出たっていうか、なんか毎日乗ってる人にしか分かんない感覚かもしれないけど、なんとなく気持ち荒々しくなったような気がする、いいねこれ。